ストリーナンバーワンダウンタウン。あの世の中が怖いこと多いんですよね。もう世間が一番怖いんですよ。なんで？物騒な事件とかいっぱいあるやんか。まあね、今でもそうやけどね。小さい子とかうろうろしてたらすぐに誰かに連れて行かれたりとかね。誘拐とかね、うん、あれ立ち悪いでしょ。こんなちっちゃいと連れてくんですもん勝手に、うん、で後から電話してきよんねんな。あれもしもし、はい、お前んとこにな、はい、小学校2年生の息子おるやろ。いますけど。うちには6年生がおんねん。なんやねんお前。お前んとこに何年かあっても知らんやろ。いや一旦これでビビらすねん。ビビるかいな、こんなもんで。納得するだけやから、あおんねんなって言うだわよ。もしもし、はい、お前んとこのな、はい、息子うちで預かってんねん。え、うちで預かってんねん。ねそんな身代金持ってこい。身代金ですか？500万や。500万ですか？うわちょっと高かったかな。400。400万ですね。無理。うん、急に言われてもな。うん、さ今日ほら銀行閉まってるし。200万ですか？200もうええわ。なんやねんバーンって言うたらええやないの犯人やから。あえごめんちょ待って。いやそんな何もしもし。あほんまえもしもし。あもしもし、はい、聞いて驚くなよ。えお母ちゃんがな、はい、長電話するな言うてうるさいから切るわ。ごめん。ええ加減にせよ。いや2組目はん誰やじゃんおトンネルズです。